こんにちは、ピヨキセローです。今回は新型コロナウイルス対策で個人事業主らに支給された持続化給付金を不正に受給した人間を特定していこうという動画になります。はい、ということで、持続化給付金を不正に受給した人間が返金希望をしている人がすごく殺到していて、なんだろうね。お前らさ、何考えてんのって感じだよね。あなたたちを助けるために支給しますよって国が言って、まあ、平等に配布するということで、それを不正に受給しといて、ね、あれだよね、多分、不正にした人は、まあ、処罰される、お金を、まあ、さらに水増しされて返してねっていうことが出てきて、まあ、その観点で、間違ってもらっちゃいましたとか、ふざけたこと抜かしてるクソみたいなキチガイ野郎がどんどん続出してきて、何考えてんのっていうね、震えて眠れお前らっていう感じだよね、完全に。そういった人間を、の情報を知ってる方、YouTube のコメント欄、また Twitter のダイレクトメール、また Yahoo メールで大丈夫なので教えてください。晒し上げて、もう、なんだろうね。もう二度とこういうことをしないように、締め出したいと思います。はい。ということで、今回は、新型コロナウイルス対策で個人事業主らに支給された持続化給付金を不正に受給した人間を特定していこうという動画でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。